11日、都内で開催されている特別展、夢見る光源氏公文書館で平安文学斜め読み。お鑑賞された天皇皇后両陛下の長女、愛子さま。高校時代には枕草子に関するレポートを執筆し、大学で古典文学を研究された愛子さまならではの専門的なやり取りは、解説役の国立公文書館の調査員も感銘を受けるほどのものだった。画像 眼鏡をかけて資料をご覧になる場面もあった江戸時代の「源氏物語」注釈書に言及愛子さまは2024年に卒業した学習院大学で日本文学を専攻するなど以前から古典文学に関心を寄せられている特別展では平安文学における夢をテーマに「源氏物語」や「伊勢物語」などの資料が展示されていて愛子さまは江戸時代に書かれた「 源氏物語の注釈書、伺い現象、起源象について説明を受けられた。その際に説明者が、今回は、桐壺の巻を紹介していますと解説すると、愛子さまは、江戸時代には源氏の写本が充実していて、江戸時代は古月章、古月賞、古月賞でしたっけ。源氏物語の写本ですと有名なものもありますけれども、それとの関係性というのは。と質問される場面があった。 解説を担当した国立公文書館の調査員の星水穂さんによると、江戸時代に広く流布していた注釈書は、古月章であり、愛子さまはそのことをご存知の上で、今回展示されている、うかがい現象と古月章の関係などについて専門的な質問を重ねられていたという。星さんは、大変古典文学に造形が深く、感銘を受けたと話していた。枕の創始 が卒業レポーートのテーマのテマつにまた愛子さまは高校3年生の時には「源氏物語や」や「枕草子」「さらしな日記」などの平安文学における猫や犬と人との関わりについてをテーマに卒業レポートをまとめられた学校の基準の倍近い分量を執筆されている特別展ではその「枕草子」の夢にまつわるシーンも紹介されていた 夢の意味を思案して恐ろしく感じたときに、他人に何でもない夢だと分析をしてもらうと安心するという一節について説明を受けると、愛子さまは現代でも夢占いはありますよねと話された。星さんによると、この時愛子さまが高校時代のレポートで、枕草子に登場する犬、沖縄廊をテーマに取り上げたことを明かされる場面もあったという。この 沖縄廉の一節が、西暦995年に藤原の高家が花山法皇を襲撃した、蝶徳の変が背景になっているのではないかということについてレポートで論じたという愛子さま。蝶徳の変の場面を展示していた映画物語の前では、大変思い入れがある場面ですと話されたそうだ。時折笑い声が聞こえてくるなど、和やかに約1時間にわたって展示を見て回られた。 大学時代、さまざまな和歌の専攻研究に目を通し、平安文学について深く学んだ経験をもとに、より専門的な観点で質問を重ね、さらに学びを深められる機会となった。愛子さまは、夢を通して平安貴族の心の在り方に触れることができましたと感想を述べて会場を後にされた。